私だって料理作れるもん。あら、どうしたんです突然。なんかみんな私が料理できないみたいな認識してるじゃない。いやなんか言いなさいよ。まあいいわ。で、みんなを見返すために料理を作ってやろうと思うのだけど、何か私にふさわしい料理はないかしら。それでは、マグカップケーキはいかがですか。簡単なのでお嬢様でも作れ、シンプルだからこそカリスマ性が現れるお料理になるかと。なるほどね。それは私にぴったりなお料理だわ。そうと決まれば早く準備するわよ。そして早く証明してやるの。私がウルトラスーパーハイパー最強カリスマ天才。まずは薄力粉をカップに入れてください。ふん、こんなの朝飯ま。カップに入れるの難しいですよね、わかります。その反応やめて。掃除よ。そういう名目で綺麗にしてやろうと思ってたのよ。ふふ、ありがとうございます。あ、こぼれた分の薄力粉は補充しておいたので、お砂糖はこぼれないように少しずつカップに入れましょう。昨夜次は何入れる？ココアパウダーです。次はココアパウダー。ベーキングパウダー。ベーキングパウダー。お、入れて混ぜ混ぜしてください。ここでよく混ぜ合わせなさいね。みんなわかった？ちなみにベーキングパウダーは生地を膨らみやすくする材料ですね。前に一回使ったことがあるから覚えてるわよ。で、昨夜次はどうするの？こちらの材料を加えて混ぜてください。次は牛乳、オリーブオイル、そして卵も1個加えていくわ。わわ、お嬢様そんな高いところ。いやあ、お嬢様カメラ回ってますよカメラ。大丈夫ですか？汚れてませんか？粉類は舞いやすいので気をつけてくださいね。昨夜ごめん、お掃除ありがとう。ふふ、ノープロブレムです。お料理は比率が変わらないように少し補充しておきますね。これ混ぜ混ぜしちゃっていい？はい、お願いします。あ、そうでした、一つだけ注意点が。加熱した時に膨らみにくくなる可能性があるため、混ぜすぎにはご注意ください。え、じゃあ先に卵溶いておいた方が良かったんじゃないの？それはおっしゃる通りすぎますね、すみません。どれくらい混ぜればいい？ダマは多少残ってても大丈夫です。うん、じゃあこんなもんかしら。あ、そうだこちらも入れてみましょうか。くるみ？はい、ナッツ入りも美味しいかなと思い。確かに食感が出て良さそうね。ここはチョコチップやドライフルーツなど、お好みの具材を入れてみてください。昨夜、次は？そしたらこちらを電子レンジで2分ほど加熱しましょう。わぁ、ちゃんと膨らんでる。昨夜、昨夜、水膨らんで、は。ほら、さっさと爪楊枝で焼けてるか確認するわよ。うん、ちゃんと可愛い。間違えた。生地がついてこないので焼けてるっぽいですね。では、仕上げに生クリームを乗せてしまいますね。ケーキと生クリームの組み合わせって最高よね。あとは彩りでココアパウダーをかけ、飾りのチョコレートを乗せてあげたら、レンジで簡単、マグカップケーキの完成です。粉が暴れたり爆発したり、困難な道を乗り越えてやっと完成したわね。落ち着いて作ればとっても簡単なレシピなので皆様はご安心くださいね。ではお嬢様、ぜひお先に召し上がってみてください。そうね。それじゃあカリスマ的な私の作るカリスママグカップケーキ、いただきます。おいしい。レンジでケーキっぽいのができるのね。生クリームとの相性も最高。ちょうどいい優しい甘さに仕上がってますね。結構お腹に溜まる感じもありますし、小腹満たしのおやつにも良さそうですね。朝ごはんにも良さそう。あと、チョコと一緒に食べるともっと美味しい。今度チョコをたくさん入れて作ってみましょう。わ、私じゃなくてフランが喜ぶだろうし。いろいろまた試してみましょうか。楽しみね。まずい平和すぎてオチがない。じゃあフランを呼んで弾幕で。それはダメです。